ごきげん。佐紀江さんが、私は信じませんと記者会見でおっしゃって、取材する側もはっとそこで、そうだそうだ、こんなことを頭から信じて何の取材かと思った、そんな瞬間を佐紀江さんの言葉で思い出します。次に松木薫さんのお姉さんでいらっしゃる斉藤文夫さん、お願いします。皆様こんにちは。私はちょうど熊本の方で自宅の方でテレビを見ておりました。あの時ですね。それで私の母は病院の方で入院しておりまして、もう今は本当にもう私と会話すらもできないような状況ですけれど、まだ会話ができたんですね、母はね。で食堂の方でテレビを見てたみたいなんです。で私はその時はもうその日はとても母と会ったら泣いてしまうと思って、病院に行くのはちょっとやめようと思って、我慢して我慢して次の日に行ったんです。そしたら母が「ふみちゃんテレビ見た?」って私に言うから、もうピッと私来ましたから、いやあれはね、お母さんね、薫って名前はたくさんいるから薫じゃないよって言ったら、その時こう顔をこう覗き込んだんです。そしたらもう目の下が真っ黒なんです。だから一晩中泣いてたんだと思います。で母は寝ないとですね、目の下が真っ黒になってるから分かるんですよ。でお母さんって絶対顔が生きてるからね、違う人だからってさ、テレビで言ってたって、松木薫って言ってたって言うんですよ。だから私は顔の違いだから頑張ろうねって言って、病室でお母さんの手を握って、今日までもう10年経ちますけど、一生懸命励まして、今もう何歳死でも忘れてあげるから頑張るのよって言って、今も寝たきりですけど帰りを待っております。あの時はもう思い出して私は泣きましたけど、本当にあの日は帰りながら一人で泣きながら帰った思い出があります。ありがとうございました。次に松本京子さんのお兄さんの松本はじめさん、お願いします。皆さんこんにちは。私はまだ当時都道府県に入ったことでしたけども、ちょうどテレビを見てまして、小泉総理の、記者会見のようなインタビューを聞きました。その中で話の内容はそんなに覚えてませんけども、声が本当に小さかった、聞こえるか聞こえないぐらいのか細い声でお話をされてた。あれでは家族の人たちが聞き取れないような声でしたので、これはおそらく裏には何かがあるんだろうと。まあ私の家族のことは当時は出てませんので、まあ、どういう話があったのか何があったのか詳しいことは存じ上げませんけども、少なくともまともに喋れない言えないということは何かそこにはあるんだろうというふうな非常に暗いものを感じ、それからそれに後ろにおりました福田官房長官というのが非常な策を練ったのではないかと、まあ人としてしてはいけないようなことをしてるのではない、そんなような思いで当時のテレビを見てました。ありがとうございました。倉越昭二さんのご長男でいらっしゃいます寺越昭夫さん、お願いします。どうもありがとうございます。9.17 というよりも2002年という年が、まあ、私にとって本当に、生涯忘れることのできない年になったなというふうに思っております。というのは2月に母親が亡くなりました。
まあ、あの父の遺骨を見るまでは父を死んだと認めたくないというふうに常日頃から言ってた母が、まあ、2月に亡くなってそして9月 9.17 小泉総理が訪朝して金正恩が拉致を認めたと。でその時に、まあ、私は兄弟3人がどうするこうする政府にお願いしようかとこれをあげようかというふうな相談を、いたしまして、で政府に声をあげた。そして10月にいとこの9月の末か、北朝鮮にいる武氏が一時帰国したわけです。多分私はこの帰国というのはその後の4人の帰国の4人のご家族の帰国も多分私はまあ様子見というふうな感じもあったのではないかなというふうに今では思っているんですけども、 とにかく、まあ、この2002年という9月17日というのは私にとっては本当にそんな忘れることのできない日になります。西岡さん、今ご家族の皆様方の 9.1 年についての思いをお聞きしたんですけれども、国家としてそれから人間としてまた日朝関係の中でこれをどう捉えていくべきなのか、我が国はなすべきことをなしてきたのか、もっとすべきことはどこにあるのか、そうしたことをちょっと今までの話を受ける形でお願いします。